はい、皆さんこんにちは、大塚健二です。結構子育てされてる方で悩まれるのが、塾に行かせるべきかどうかっていうところだと思うんですよね。なので今回は、塾に行かせるべきなのかどうかっていうのを、少しお話できたらなと思います。まずですね、塾に行かせること自体っていうのは、ぶっちゃけ学校の先生にはよく思われないです。というのも、習熟度の差が生まれたりとか、塾の宿題を学校でやったりとか、そういうのをね、学校の先生って結構嫌がるんですよね。その習熟度の差っていうのは、例えば、習ってない解き方で解くとか、習っていない漢字を使うとか、そういうところなんですけど、実際そういうこと自体を嫌がる教員もいますし、それを発端にして、いじめとかが起きる可能性っていうのもやっぱりあるんですよね。で、学校で塾の宿題やるのも、授業中にやられたりとかすると結構困るというか、他の子たちも気になっちゃうじゃないですか、その宿題やってる子。でも多分授業中も使わないと終わらないぐらいの量の宿題出されてるんでしょうね。そのまま休み時間もやってたりしますからね。そういうのになると、やっぱりちょっと困ったことになったりするので、学校の先生はそういう塾に行かせるっていうのは反対しがちですね。あとね、今やっぱり大体小学校とかでも学校はね、6時間目ぐらいまであると思うので、結構子供にとっては体力的な限界が来る可能性がありますよね。大人もそうなんですけれども、子供もね、そんな集中力が長く続くかって言われたら結構難しくて、もちろん自分の好きなことだったらね、集中力長く続くとは思うんですけど、勉強が大好きっていう子供はそうそういないと思いますので、もう集中が切れて完全に授業を聞いてなくて、活かせる意味もないどころか、睡眠時間が削れて翌日にまで影響出るみたいな。そういうね、悪循環に陥る可能性もありますよね。塾にもいろいろな種類があって、大きく分けるとね、集団なのか、個別なのかっていう、そういう違いがあるんですけれども、手厚いのは個別ですね。確実にこちらのペースに合わせられるし、学力に合わせて見てくれる。あと質問もしやすいですしね。ただ、ひとたび苦手なタイプの先生だったら、個別の場合地獄ですね。1対1とか1対2とかだから、もう苦手なタイプだとしてももう逃れられないわけで、ただただ苦痛な時間になってしまうかなっていうところですね。そういうところを考えたら集団授業の方が無難ではあります。結構個人に委ねられるっていうか、集中して授業を聞けるかどうかによって、習熟度は変わってくるかなっていう感じはしますよね。なので結構塾行かせると一言で言っても割といろんな問題があるわけですよね。なのでまずは一番得意な教科を体験してみてからっていうのがベストかなって思います。さっき話しました通り、興味のあることとか好きなことなら集中力って持ちやすいんですよね。どうしても塾に行かせるってなったら苦手な教科を活かせたいっていう風になりがちだとは思うんですけれども、あえて得意な教科で活かせてみて、それで体力とか持ちそうな感じであれば、その苦手な教科とかで活かせてみるっていうのもいいのかなとは思います。実際ほんとね、今の子供たちってね、他にもいろんな習い事やってたりとか、中学高校生だとね、部活をやっていたりとか、子供もやっぱり忙しいんですよね。いろんなことを放課後にやっているから、友達と遊ぶとかも大事ですからね、やっぱり。そういうことも含めて、子供に無理のないようにマネジメントしてあげるのがやっぱり親の役目なのかなっていうふうには思いますね。しっかり子供と相談しながら決めていけたらいいんじゃないかなと思いますね。今回そんな感じですかね。質問等ございましたらね、ぜひコメント欄の方に書いていただけたらと思います。はい、ということでこの動画気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方ぜひお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。大塚健二でした。今更どうなったっていいじゃないか。続きが見たけりゃそのままで。お祭り騒ぎの